FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。保湿ギタリスト陣ことギタリスト陣でございます。2月23日火曜日、お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。保湿ギタリスト陣の高温多湿温帯低気圧ジャーナル、本日も原曲生放送でお届けしてまいります。ゲストさんが今日は来ていらっしゃるんですけど、先にもう紹介してまいりましょう。ということで、本日のゲストお二人来ていただいております。三振歌社の、あと琉球横笛、ね、の、沢井真理子さん、それからギタリストの島山信和さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。三振歌社って、そうですよね、三振歌社って言うのね、歌三振のってすいません。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はお二人はリリースで、ちょっと告知できていただいてるんですけど、はい、まあ、それだけではなくて、いろんなお話、ちょっと今日はミュージシャンのお友達が出てもらえるのは久しぶりなので、はい、しかもお二人とも、大先輩なので、僕からすると大かな、はい、素敵な大先輩なので、はい、それも含めてお届けしてまいりたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、この放送 FM 那覇の YouTube チャンネル、そしてツイキャス、それからスマホアプリのリスラジから、全国どこからでもご視聴可能となっております。そして沖縄県内または那覇市内、車で走られている方はぜひ 78.0MHz に合わせていただいて、皆さんの聞きやすい環境で聞いていただけたら嬉しいなと思っております。早速ツイキャスありがとうございます。カンパチさん、こんにちは。こんにちは。そして雨男レイニーさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。今日はいろんなの流しますからね、うるさいロックだけじゃないですから今日は、はい、よろしくお願いします。で、まあ、告知ごと行く前にですね、島山さん、ギタリストの島山さんは、結構いろんなところで普段お会いしてるんですけど、本当に今でもどこで一番最初になったかが本当に思い出せなくて、わからないよね。わからない俺も。なんでしょうね。結構ちょくちょく会うんだよね、イベント会場とか。そうなんですよ。本当に発端がちょっと。で、会うたびにとかって言いながらね。そうですね。そうなので、まあでも
僕が一方的に言われたギタリストとして、先輩としていろいろ音がサウンドが好きだったりプレイが好きだったりもう僕が持ってない方向の、うん、プレイヤーという意識が僕も強いのですごくあちこちこう島山さん見かけるたびにあってありがとうございます。ムムムってこう音をこう盗み聞きしたりとかしてるんですけど、はい、今日はいろいろそのリリースのアレンジャー兼作曲家ギタリストとして、はい、関わっているということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、三振歌者そして悠久横笛の、はい、沢井真理子さん、はい、マリさんって呼んでるのでマリさんって呼ばせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリさんも僕どこで、そうなの私も分からなくてな、ね、どこであったかね、いつの間にか知っていたという、いや私は知ってたけどさ、ユウがさいろんなとこで出てるじゃない、そういうのもあるんじゃないかな、うん、そうなんですよ、ね、あとスーパーであったりしますよねあーなんつってね、うん、あーって言われてあーと思ってびっくりしてあ、マリさんですかみたいなこうそうなんですよ、そう、しかもなんか全然遠いところの共通の友達がいたりとかね、あ、そうなんですよ、そう、なんか縁があるのかなと思ってます。今回、まあ、その先にちょっと告知しますけど、その南の島の、うん、久山という、はい、作品リリースで来ていただいたんですけど、はい、そのこれゼロバンチレコーズに持ってきていただいた時に ね、前のそのリリースされてる、マリさんのそのシングルを、はいはい、お店でかけてたんですよ、うん、聞いてたらそう思い出したと思って、赤峰勇気ね、そうだそう、赤峰勇気っていうそのギタリスト、まあ位置関係的な年下なので後輩ってことになるんですけど、そう彼とやってるのを多分どこかで見かけたりで彼とつながってる時に、あ、そうかもしれない、そうだよ、俺がやる前って勇気やったそうなの、そうですね、そうそうそう、なるほどね、なんか勇気はまたちょっと面白い、今マスかけてね東京でやってるんですけど、勇気はその一度そのレディーバグっていうバンドでデビューしてて、うん、で沖縄に帰ってきて、うん、でそれからの多分皆さんとの出会いだと思うんですけど、なんて言うんだろうな、僕が一緒に共演した、方たちの後が大体勇気だったんですよ。僕が例えばその当時ちょっと D51 とかで結構県外に行ってることもあって、うん、で勇気がその後結構やったりとかしてて、ちょっと僕的には結構ライバル視してたりとかそうなの、そう、勇気、あ、また勇気やってるじゃんみたいな、なんかそういう感じでちょっとネタ的に割とあちこちで言ったりとかしてて、で、あ、そうだから、あ、まあ、あ、勇気じゃんとか思って、うん、そうそう、勇気にすごいお世話になったな、そういえばと思って、うん、そう、よくマリさんやってたかもと思って、うん、そうなの、そうなの、多分その頃にイベントでお会いしたりとか、うん、そうだったかな、それこそ SNS で活動を僕が見てたりとかっていう感じだと思います、うん、だから会ってる回数自体は実はそんなに多くないんですけど、うん、すごく会ってるような、そう、私もめちゃ知ってるような感じ、うんうん、なんか多分そんな感じですよね、つながり的に、ね、そうなので、まあ、今日はその CD の告知と、うん、これを機に何かいろいろお話できたらなっていうのがあって、まあ、雑談トークから、うん、含めよろしくお願いしたいなと思います。はい、はい、みなさんね、聞いてる皆さんもぜひ今日はいろんな音楽聴けますので本当にそうだよ、なので、楽しみにしていてください、はい、ではこのリリースの前にですね、お話しする前にこの番組冒頭でいつもちょっと僕が言ってるのがあるんです、はい、この番組、ギタリストジンノじゃなくて、うん、保湿ギタリストジンノってなってるんですけど、うんうん、一応お昼の番組なんで、はい、だいたいこう どこの番組でもお昼って今日の気温とか言うじゃないですか、うんうん、僕の番組気温じゃなくて今日の湿度っていうのを毎週お伝えしてるので、はい、ぜひですね、今日マリさんにちょっと言っていただきたいなと。わかりました。ちょっとね、今お見せしますので、はい、はい、
見えてますね。え、待って、指でちょっと見えない。あ、OK。はい、これですね。はい、僕が、今日の日付を言って、はい、本日の湿度はって言ったら、はい、言っていただいて、OK。はい、OK。よろしくお願いします。はい。それでは今日は森さんに言っていただきましょう。2月23日火曜日、本日の湿度は63%。正解です。正解。あ、もう思ってた感じで来てくれたんでよかったです。絶対来るなと思ってた。そういうことか、63% ということで、ちょうどまあまあいいぐらいじゃないですかね、お肌にはね、うん、そう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 、はい、保湿大事だからね、保湿的にはね、うん、そう、最近ちょっとあの 50% 切ったりしてたんで。そうね、ちょっと寒かったからね、カサカサするね。あんまり沖縄ではないパターンで、ね、うんうん、すいません、ご協力ありがとうございます。いいえ、はい、僕もあの40過ぎてからお肌の曲がり方が来ちゃってですね、カサカサになってきたっていうのもあって、保湿大事ねっていう意味なのね、はい、ギタリストの手のケアもあるじゃないですか。そうだそうだ、カサカサしてるからね。そう、あのピックとか持てなくなっちゃうんで、うん、本当にツルッツル滑ってそうそう、すんげえ早く弾いてる時にあのスルッてちょっとあの切手を貼るようにペッペッてこう指をペッペッてやってこうピック握る時もそうか、あるぐらいなんで、はい、ラギタリストの技だね。ツルツルしてる、ご協力ありがとうございました。はい、ということで、あ、ミスチーさん、ご来店ありがとうございます。長谷川さん、ありがとうございます。お、沢井のマリコがおるって来てますね。あ、誰だ。ミスズさんというですね、ミッシーさん、ミッシーさん、はい、ミスズさん、ミスズさんという、はい、ミスズさん、もしくはあの、マリさんは何年か前まで3年ぐらい連続でやってた、うん、代木公園の花見ライブとか出られたことあります？ないない、うん、そうそうそう、もしかしたらその辺で合ってるんじゃないかなと。本当に？でも、もう、じゃあミスズさん、よろしくお願いします。はい、いい感じのジェルとか欲しいねって、これはあの保湿の話ですね。欲しいですね。ということで、じゃあ行きましょうか。はい、この2月の3日に、はい、リリースされたばかりと言いましょう、はい、ニューシングルということで、はい、南の島の福山、はい、はい、出ました。2月3日にリリースおめでとうございます。ありがとうございます、うん、このね、コロナ禍で水面下でしっかり制作されてたっていうことですね、これは。去年ね、島山さん、私たち何にもできなくなってしまって、そうですね、みんなもそうだろうけどね、まあ、そうですよね、うん、もう音楽やってる人、飲食店の方もね、もうみんな大打撃だったと思うんですけど、この2020年をね、なんかね、何もできなかった年だったねって言いたくなかったんですよ。それで、まあ形にね、うん、何かできたらっていうことで、ね、島山さんと相談しながら、うん、本当はね、去年のうちに出したかったんだけど、ね、コロナでスタジオ入れなくなって、うん、再開したらまた止まってみたいな感じで、逃げくとか言いながらちょっと時間かかったりね、やったり止まったりとか。これちなみに、まあ、今から皆さんに聞いていただきますけど、うん、制作いつから始まったんですか？これ2月ぐらいから計画、まあ、そう、計画は2月3月くらい、もうちょうど1年前ですか？そう、そうよ、まあ、その辺から話が出たの、ね、出てどうしようかねなんて言いながら、で5月ぐらいからあれかな、具体的にそう、バンドメンバー集めてちょっとリハやったりとかして、でもそれでもまだスタートしなくって、で実際録音し始めたのが7月ぐらいかな、あ、じゃあちょっと自粛が柔らかくなった時ぐらいから始めて、もう出れなかったりとか、でもその後またちょっと9月ぐらいからまた来ちゃったりとかして、そうなの、その間にちょっとパパパッと撮ってしまって、でまだでも取り残しもあるからやったりとかね、そんなことしながら、なるほど、2曲とか言いながらもちょっと時間はかかってですね。いや、もう何回も聞かせていただきましたけど、正直ちょっとクオリティはやっぱり素敵ですね。僕もやっぱ自分でレコーディングするので、はい、素晴らしいなと思いました。ちょっとじゃあ多分どんな曲だと思ってる方、僕の、ね、Facebook のメッセージでもいただいた方がいらっしゃって、要は告知はSNS の投稿で見てるけど、一体どういう音楽なんだということなので、うん、まずは先に聴いていただきましょうか。はい、はい、では
マリさんの方からタイトルコールよろしくお願いします。はい、はい、さっきみたいな感じじゃなくていいですか。はい、大丈夫ですよ。あん、それがいいのに。ちょっとじゃあ、クヤマの気持ちになって、はい、ではちょっと言っていただきましょう。もうね、ほんと、また余計なこと言うから。2月3日に発売になりました、はい、琉球横笛吹き語り、沢井マリコ、うん、そしてあエコーかかってる島山信和さんはじめ、素晴らしい音楽家の方とご一緒させていただきました。南の島の久山。さあ小さな島の小さな家に
届けしましたのは沢井真理子さんで南の島の久山でございました。フルでかけてくれてありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。いやなんかね、僕結構聞いてて、でそのあのなんていうのか、あんまり個人的な、いつも聞き方で、うん、どうしても楽曲先に僕聞いちゃうんですよ、うん、だからすぐ言葉が耳に入ってきて感動でこう涙流す方たちとかすごく羨ましくて、そう歌詞は大体僕いつも後なんですね、でむしろ先に音に感動してこう鳥肌立ったりとかそういうことよくあるんですけど、ちょうどなんだろう、一回こう落ちてお役人様ごめんなさいのところで僕なんかグッて引かれて、うわーと思って、なんか妙な切なさがグッてきて、それでちょっとこうなんか調べたりとかしたんですよ、そのこのお話気になってると思って、っていうか僕本当にお恥ずかしい話、沖縄の人として浅戸屋ユンタって僕人の名前だと思ってたんですよ。これいないかな他にも、いるかも、ね、うん、本当にあれ聞いたけど知らない人いるんだ、だから作ったんだよね。ユンタってなんか労働家じゃないですけど、そうそうそうそんな感じなんですね、みんなで歌う、そうなの、そうなの、歌のことをそういう風に言うんですね、うんうん、だからそのいわゆる あれは浅戸屋っていうその、うん、あそこ地名ですか、地域ですか、これお家、お家の名前、うん、だからそういう歌があってっていう、うん、なんかと思って、僕ユンタがいて久山がいるんだと思って、調べたら全然違うと思って調べてくれたのありがとう、素晴らしいです、いやいやいや、だちょっとなるほどって思って、だからこんだけ有名な曲だけどもね、いや本当ですよ、ね、で、あれを知らない人がいるみたい、またその実際僕らが普段こうやって今までの、うん、こう生活とか人生の中で聞いてきた浅戸屋ユンタってもっとこう明るい感じの、なんか本当に、なんだろうな、もういい朝朝って言うてこう踊っていくようなぐらいな、そのまあしかもまたそんなにこう方言とか、いわゆる民謡とかポップス、民謡ポップスで使われる歌の内容がよく分からないまま聞いてるので、ちょっと意外でした、あっと思って、ありがとう。なんか、うん、やっぱりジンさんと同じように、うん、私今小学生中学生に三線教えたりさせてもらってるんですけど、子どもたちに聞いてももう知ってるっていう子がもう一人もいなくて、その元のお話はね、だからそれちょっともったいないかもと思って。いやそうですよね、ちょっと学校でだって習うことでもないしっていうか、うんうんうん、あーと思ってこんなの教えてった方がいいんじゃないかなって、むしろ本当に思ったぐらい、みんなでね、この幼稚園生からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなで口ずさめる曲が今とても少ないので、なんかそんな歌になってくれたらいいなと思って、うん、作りました。なんかまあそのすいません、僕の方からちょっと曲の説明をさせていただくと、その、まあ、ちょっと資料を、ね、参考にしますけど、うん、島に生まれた、まあ、絶世の美女、はい、久山の、うん、まあ、ちょっとしたそのにフォーカスを当てたストーリーというか、うん、で実際の浅戸屋ユンタの方は、うん、その、まあ、この久山が振った、うん、お役人さんの、うん、ストーリーですよね、どっちかというと。そう、お役人さん久山に振られた後にまたもっと可愛い子いないかなって、そうなんか探すんですよね。そうそうそう、探しに行ったりね、探して歩いて、そうそうそう、っていうのが本当はなんか二十何番まであるんだみたいな話ですね。そうなの、そう、とっても長いだけどみんなが知ってるのはだいたい3番か4番の浅田ユンタ、うん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 、っていう感じですよね。そうそうそう、そうなんですよ。だから本当にアナザーストーリーというか、いやむしろここが この子がメインじゃないのっていうような気がするんだけど嬉しい、うん、あ、なるほどと思って、うん、
そうなんです。それで私、こっち来てから沖縄芝居っていうこの伝統のね、うん、お芝居に関わらせてもらってて、はい、でそのお芝居のいくつかのストーリーの中にやっぱりこう首里から来た人と島の娘の恋の物語っていうのが結構あるんですよ。でだいたい秘恋物語になってるのね。だからそういうのもちょっと自分の中にあって、久山ってこの時どんな気持ちだったんだろうっていうのをずっと考えて、それをちょっと歌詞にしてみたっていう感じです、うん、そうなんですよね。ちょっと作曲か、作詞を、マリさんが、ねうん、沢山マリコなってて、で、レコーディングはもう全部島山さん、うん、でアレンジもですよね、うんはい、僕あそこのコードが好きで、すみませんちょっとコアな話ですけど、タリラリラ今聞こえてますよねみんな、ここのここにもう一個別のコード来てますよね、別のセクションで、あれが好きよく分かってるねこの曲ってさメロディー繰り返しだから、うん、そうですよね。歌詞の内容でコード変えたりとかしてるよね、うん、どん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 、うん、だからそうそう、そうちょうどそのさっきのお役人様ごめん今ね流れてくるけどそこでも出てきますよね。さすがギタリスト同士のなんか聞いてるね。歌詞とやっぱその、うん、コードの持ってる空気で引っ張られた感覚があるんですよ、うわっと思って、うんそうそうそうすいませんちょっとアレンジの場合島山信和さんですそうそうなのでぜひねその沖縄の人特にだけどマリさん、どこの、出身でしたっけ。もともと東京で、東京完璧の東京人ですか。完璧東京人、僕あんまり会ったことないんですよ完璧東京人って。うん、そう生まれも育ちも東京 で、 すごい。でどういうわけだ か、 なんか沖縄好きと思ってで14年前にこっちに来ました。もうなんか東京の世話しさ感ないですね。あ本当、はい、なんかこの間も言われた、いいですよ、沖縄の人よりなんかのんびり喋、うん、り方ものんびりしてるんじゃないみたいな、ねうん、で島山さんも横浜出身、もう浜っ子ですよね。僕一応横浜にライブしに行って浜っ子の勲章をいただいたんですよ。いや本当、はい、浜っ子たちから本当もうあん、神社はもう浜っ子って言っていいよって言ってもらって仲間、島山さんの仲間でもさそういう他のところの人に誘って言われて嬉しいよね。嬉しいですね。うちの子にいると今度はうちのあだぜって言われて嬉しいし、そうなんです。だから そんなだっていわゆる県外から沖縄にも移住されたお二人が沖縄の曲を、まあ、掘り下げて、でしかもオリジナルの、歌詞だったり、まあ、アレンジを加えてこういう風に作ってくれたっていうのは、僕もちょっとこんなに、まあ、これを、まあ、そうですね、民謡と言っていいのか民謡ポップスと言うべきなのか、ね、ちょっと難しいんですけど、こんなになんかじっくりたくさん聞いたのはちょっと初めてで、うん、嬉しい。そのだいたい民謡の方たちの歌とかっていうのは、僕どっちかというとステージで見ることの方が、その音源として作品として聞くっていうのはあまりなくて、ちょっと今回すごく楽しませていただきました。嬉しい、はい、ありがとうございます。ちゃんと聞いてくれてるね。ぜひ皆さんも手に入れていただきたいと思います。県内の各ショップ、はい、ショップ CD ショップで手に入るとのことです。はいはい、そうです。皆さんが大好きなね、浦添のパルコシティの、島村垣さんにも、はい、あるということなので、ぜひチェックしてください。はい、こちら、税込みで、2200円。はい。1200円。はい。ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、ちなみに、ホームページ。はい。にもあるんですね。買えるよね。はい、沢井真理子さんのオフィシャルホームページの方から、はい、ホームページからも注文可能ですか。はい、そうなんです。沢井真理子ストアーズで検索してもらうと、うん、オンラインショップ開設しているので、沖縄県外の方もそこから、注文していただくことができるので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ね、県内ショップもしくは、マリさんのホームページからで、晴れた日にね、南部にこうドライブしてる方がもし
いらっしゃったらぜひゼロ番地レコーズまでね、そうよ、そうだよ、来ていただける、そうですよ、いいとこだったよね、はい、これで言ったらね、めっちゃ素敵だった、本当ですか、うん、また行くよ、めちゃめちゃ小さいんですけどね、でも僕一人なんで、うん、あれぐらいでいいです、うん、はい、うん、とっても良かったな、そこにもね、うちにも取り扱いさせていただいてるので、うん、ぜひね、遊びに来てください、そうだ、ジンさんに会いにゼロ番地に行ってで、うん、そこでじゃんゲットしてもらうっていうのが一番いいかも、うちでね、購入すると漏れなく15分間いるかいらないかの僕とユンタク時間があっていいねいいねいいねありますのでいいじゃないですか、よろしくお願いしますということで、はい、南の島の久山でございました、はい、はい、一応今ちょっ と、後ろで、流れてますけども、うん、2曲目の、愚僧の歌、はい、ね、これは島山さん作曲編曲で、うん、マリコさん、はい、ね、マリさんがまた作詞してると、はい、僕これ好きで本当この、この僕リズム大好きなんですよ、3拍子ね、はい、ワルツとかこういうテンポ大好きで、これがバラードでもアップテンポでも、うん、もうアップテンポならガシャガシャやり放題で、もう僕大好きなんで、うんうん、あとメロディーも、ね、素晴らしいです、島山さんのメロディーが先にあって、それに歌詞をつける感じ で、そうですね、僕これなんかインストでやりたいぐらいなんですよ、おー、いいね、インストでもいけますよねこれ、もともとそう作ってるからね、歌をイメージしない、あ、うん、でも僕の曲って基本的に歌えるインストってことでいつも作ってるから、確かそれを踏まえながら、あとは、うん、沢井真理子が歌うっていう想定でね、このメロディー作りながらやってる、うん、そうなんですよ、でもそうかも、僕も超絶テクノフュージョンというよりは、うん、自分そういうのやりたくても出てくるメロディーどうしてもちょっと歌物っぽいんですよね、うん、うん、だから割と AB サビ AB サビみたいな感じで作っちゃうんですけど、うん、でも本当 に僕もう2曲ともおすすめでございます、はい、嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。南の島の福山、愚僧の歌、はい。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ちょっと CM を挟んで、はい、中盤戦から、お二人と雑談しながら、一応ね、ゲストの方には毎回、うん、実はこの番組は、まあ、高音多湿な一曲をっていう、はいはい、のを伺っておりますので、はいはい、それを皆さんに聞いていただけたらなと。はい、思います、はい、ということで CM 挟みますギタリスト陣の高音多湿音帯低気圧ジャーナル後半戦いきたいと思います、今日のね、バックミュージックにさせてもらったらちょっと申し訳ないんですけど、バックグラウンド、ね、ミュージックは、下山さんの、約15、6年前ぐらいのリリースの、ね、インストルメンタルアルバム、まあ、インストだけじゃないですよ、ね、まあ、基本的にインストだけあのスキャットみたいなのが入ってるけど入ってますよね、うん、スピリチュアルライフ、はいはい、これもゼロバンチレコーズでヘビーローテーションありがとうございます島山さん宣伝おめでとうございます、ゼロバンチレコーズにありますのでね、ギタリストの方はねぜひ興味持ったらぜひうちにいらっしゃってください、はい、これ僕お会いした方がメンバーで入ってらして、誰、イラミナ誠さん、はい、石垣島のね、うん、はい、イベントでお会いさせていただきました、何年か前に、はい、そういう活動東京でもうずっと大戦でっていうかやってらしたという話聞いて、うん、いろんな方の、コーラスワークとかいろいろ、はい、あいつね、出ましたね、なのであっと思って、ひたすら聞いてますけども、うん、はい、とにかくこれ
僕が一番大好きな下山さんのね、エレキギターがふんだんに入っておりますので、うん、ぜひね、チェックしてください。ゼロ番地レコードで、はい、このアルバムを聴きながらですね、はい、今日は、はい、トークしていきたいなと思います。さてさて、ちょっとじゃあ、それぞれのプロフィールをサクッとちょっと読ませていただきます。はい、じゃあマリさんからですね、はい、そうさっきも実は打ち合わせの時に聞いてたんですけどね、うん、三線奏者、まあ、歌三線はそうですけど、この琉球横笛、はい、ね、横笛、うん、イントネーションがすみません分かんないんですけど、うん、まあ、基本的には笛です、ね、そうです、笛です。まあ、笛と言ったり、他にも呼び名がいろいろあるっていう話で、三層って言ったり琉球笛って言ったりいろんな呼び方があるんですけど、まあ沖縄の人たちはみんな笛としか言わないので、やっぱもうだって笛だもんみたいな、うん、昔からある笛だもんみたいな感じですよね、うんうん、そうそう、だからまあ他のね地域にお住まいの方にも分かりやすいように琉球横笛っていう風に言ってます、うん、はい、うん、でまあシンガーソングライターというか、作曲もするんですね。あ、ちょびっとちょびっとちょびっと ね、 ね、はい、まあまあでも詩人は大体みんなソングライターなんでですねそう、ニックネーム大森さん、そう、僕も確か一番最初紹介された時大森さんだったと思いますね。そうそう、会うとそんなに大きくないねって言われるんだけど、でも大きいですよね。だから僕さっきお話したスーパーで会った時も、うん、あってちょっと、うん、女性の方って、うん、会ったら僕らより低くても、ちっちゃいとか、うん、遠目から見ると大きく見えるんですよ、うん、すごく、うんうん、160でも170超えてる感じで見えるし確かに大森かもしれませんね、マリさん、琉球古典音楽の、はい、演奏とライブ活動を、はい、ね、やりながら、まあ、国立劇場、沖縄をはじめ、県内外、海外公演など幅広く、活動と、はい、で、さっきもちょっとお話ししました、その前にリリースされております、赤城の祈り、うん、ね、はい、JTA トランスオーシャン航空の機内音楽で、うん、採用され、はい、たと、はい、いうことですね、はい、はい、で、あ、そっか、芸大、あ、そうなの、沖縄の、うん、あ、社会人入学、そうなの、すごい改めてまた、勉強、そのそう学ぼうみたいな、そう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 、 すごいパワーなんだよ。え、ちょっと待ってください、その沖縄来てからですか、うん、三振って、東京にいるときに、もう細々と習って、はい、うん、いたんだけど、うん、いや、もうちょっと勉強したいなと思って、それでこっちに来て、はい、うん、っていう感じです。なるほど。で、まあ、古典がやっぱ結構中心で、うん、そうですね、古典音楽の笛吹きとして最近は、うん、声かけていただくことが多いです。多いです。皆さんも Facebook やまずやられてますし、はい、Instagram もありますよね、うん、はい、ぜひ沢井真理子、はい、検索したら、素敵なお写真とね、まず出てきますので、よろしくお願いします。あとね、あと猫の写真と、猫ちゃんのね、フォローしていただきたいなと思います。で、沖縄在住14年と、はい、素晴らしい。もう10年住んだらね、もう立派な10年近く住むと、もうよくこの環境下で生活できてますねって思いますよ、僕は。こんな暑い島で、本当に。暑い、うん。そうなんですよ。暑いし、でも冬は寒いなって思うようになってきたから、だんだん、うん。はい。で、下山さん、はい、行きたいと思います。はい、下山信和。はい。はい、アンミュージックスクールに入学。うん、すみません、こちら、鈴木。ひろゆきに、うん、ギター音楽理論アレンジを、学びと、うん、で、もうプロのセッションミュージシャンとして、うん、数々の、アーティストさんの、はい、ライブレコーディング参加させていただきましたということで、うん、すごいですよね、たくさん、うん、僕の結構好きな、お名前の方たちが、うん、
たくさんなんですよ。他にもいっぱいいるけど、ね、まあでも書ききれないですね。書ききれないやつですよね。ごくごく一部って感じですね。はい、2012年8年前に沖縄に移住、うん、でも絶対その時に会ってますよね。すでに多分ね、最初の頃、ずいぶん前だよね。僕がサラサジやってからも何回かはどっかお会いしてるし、サラサジのサラサジがちょうどそのこの頃からなんです。12年ぐらいから なので、なんだろうな、なんか僕は多分沖縄にあまりいないタイプのギタリストとして、はーって多分思ったんだと思います。その時。そう。あの頃ね、黒人のドラムの。ドナルドって言えないんだけど、それのバンドでちょっと岸田よく演奏してたりとか。そうですね、岸田お会いしました。そんなのもあるよね、多分ね。すごい、もう英語も喋れないのに、あの奥間ビーチの岸の中で、あ、奥まで待ってね、あったあったあった、やってて MC とかもうどうすんだよこれみたいな感じでやってましたけど、その時に島山さんいて、もなんかあの知ってる方が一人いるだけでちょっとほっこりしてよかったみたいな。あったあった、そうだそうだ、奥まだそうだ。あの時なんか外人さんとのトラブルで困ったらすぐ島山さんの話してる実は 俺は英語喋れないからねチームがいるから大丈夫かなみたいな感じで。 あったね、そうだそうだ、そうなんですよ。そう、ちょっといろいろとね、と会ってはいるんだけどね。はい、うん、まあ、島山さんも、沖縄で、それこそスクール、それから本当にあの各種いろんな、バンドでギタリストとして、僕もあのたくさん、見てます。はい、ね、先輩たちが本当にあの島山さん含め素晴らしい先輩たちが上に多すぎてお笑い界と一緒なんですよ。だから沖縄のこう音楽界はそう、あの僕も気がついたらまだまだ若手のつもりがもう年齢的に中堅にこうなっているというか、若手って言ってる方が楽なんですよね実はもう後輩たちにも教えなきゃいけない年頃になってきたというのもあってですね、はい、まあ、ぜひあのこれからもうお二人と、はい、あのいろんなお付き合い、またあの逆にステージも、うん、そうだね、はい、僕はちょっとこの間 SNS に書いたんですけど、ちょっとあのインストを、島山さんとちょっと やってみたいというのがあって、始めたい、聞きたい、面白そうだなと思って。ちょっとあの僕はだいぶカラーが違って、まあ、ジャズフュージョンとかそっち系じゃないんですけど、でもあのそういうのが好きだったりするので、俺これ吉明と一緒にやってるから、だから今度ジンとイレギュラーでちょっとあの別企画でちょっとそういうのが聞きたい、聞きたい、はい、ということで今日はあのちょっと時間も少しずつなんですけど、あの島山さんの、はい、今日の高音多湿な一曲からちょっとね、はい、皆さんにお送りしたいなと思います。これあのパッと目線に僕、うん、あのちょこちょこと、聞いたことがあるんですけど、うん、あのちょっとハードル高すぎて やばくてちょっとうまいから、それは俺だって思うんだよ。いやとてもでもなんかその聞いてる分、ぜひあのこれのちょっと紹介を、はいはい、していただけたらなと思います。この、ビヨンドザ、ミズーリスカイですね、アルバム、うんうん、はい、ね、パッドメッセに、まあ、僕好きなギタリストなんだけどね、僕ね映画音楽はすごく好きで、はい、まあ、マリちゃんのそれもそういう要素はあるんだけども、映画音楽が好きでいろんな、だからといってマニアほどではないんだけど、その中で、例えば映画だったらオードリー・ヘップバーンとか好きだし、でそれの音楽やってる人って結構ね、ヘンリー・マンシーニーいろんなもん、他のバルモでいっぱいいろんな曲あるんだけど、うん、その中でちょっとオードリー・ヘップバーンも好きだから、じゃあ何しようかなと思って、いつも二人でっていう映画があるんだけど、それの曲なんだけどもね、それをパッド・メッセニーがやってるわけ、はい、うん、すげえ、うん、それでパッド・メッセニーのちょっと今日は、はい、そのいつも二人で、そう、はい、この、ビヨンド・ザ・ミズーリ・スカイというこのアルバムですけども、うん、これの中に収められてます、ザ・ロードという曲を少し聴いていただきたいと思います。わあ、いい。
お届けしておりますのは、チャーリーヘイデン、ベーシストと、ギタリストのパッドメッセニーが、奏でております2 for the road、はい、めちゃめちゃもう僕昨日1時までお酒飲んでて今日あんま飲みたくないと思ってたのにもう飲みたいなんかいいですよね、このブランもいいよ、うん、気持ち僕ナイロン弦のギターまだ一度も一本も手にしたことなくて、ちょっとやっぱ50代になる前に一本はゲットしてこういうのもやりたいなと思うんですけど、しきりにこう聞いてるバックでマリさんが島山さんっぽいねみたいなでもやっぱり影響されてるものって出ますよね、出る、むしろ出さないとダメな感じもしますね、うん、特に、楽器プレイヤーは特にですけど、だって素晴らしい演奏なんだもん、それを真似しようって思って出そうと思うさね、そうそう、どこまで追っかけてもご本人にたどり着くことはできないですからね、でそこからオリジナリティがこう生まれるという、それの連続ですもん ね、なるほど、これぜひね特に映画音楽ね、映画多いんですよね、チェックされてる方、はい、ぜひニューシネマパラダイスとかも入ってるよ、あなるほど、うん、いいじゃないですか、うん、素敵です、はい、ということで、はい、ビヨンドザミズーリスカイ、はいはい、アルバムですね、チャーリーヘイデン&パッドメセニー、はいはい、ぜひチェックしてください、はい、さて、続いては、うん、マリさんのね、はい、高音多湿な一曲ですけどなんかすごくギリギリまで悩んで悩んだ出しちゃってどうしようって言ってたそう、これ好きな曲は、ね、いっぱいあるんですけどね、ユーミンの曲ですね、はい、これ、松任谷由実になってからの楽曲ですか、これこれどうかな、荒井由実時代かな、荒井由実時代何の曲よ、俺聞いてない、朝日の中で微笑んで、ああ荒井由実かな、うん、あ荒井由実かもしれない、ユーミン古い時代の、うん、ユーミンが好きですね、ユーミンいいよね、ということこれちょっと応援かけながら行きたいなと思います、はい、合ってますね、合ってます、僕今日初めて聞きます、本当素敵だよ、あいいね、
お届けしておりますのは、松任谷由実さんで朝日の中で微笑んで、微笑んで、うん、素晴らしい、ね、っていうかバンドの音が最高なんですけどそれはそうですあのベースのあの入り方、この感じの曲でゴリゴリに入ってきましたねめっちゃかっこよかったんですけどそうですね、ちょっとバタバタバタなってしまいますが、なんか思い出ありますかこの曲、うん、なんかねやっぱり絵が見えるような曲が好きなんですよ、うん、風景が見えるというか、だからそういう感じの、代表曲として持ってきました。他にもねたくさんあるんだけどね、ありますよね、ユーミンの曲そういうの多いよね。そうなんですよね、歌詞読んでると分かるんだよね。そう、そういう曲を、歌詞を私も書きたいなというふうには思ってます。そうそう、なんかでも愚装のこの A メロの雰囲気が、なんかリバーブ感というかこのふわっとした感じが愚装の歌のあの感じに僕はなんか感じましたよ。あの風景がって言った時に、ああなるほどと思って。そうそうそう、うちらは毎回そういうのテーマにしてるんだよね、はい、いつもやることは歌詞を聞いたら風景が見えるような、うん、そういう歌詞だったりとアレンジとか、うん、そういう風に音楽できたらいいなと思ってる。なるほど、はい、フルでお届けできなくて本当に申し訳ないんですけど、ね、ぜひ、沢井真理子ファンユーミンチェックしてくださいユーミン最高沢井真理子最高言っとかないとありがとう、ありがとうございます、しまいましたさあ、番組もエンディングとなりましたが、改めて、お二人が、2月3日にリリースしました、はい、このね、南の島の久山、はいはい、僕らがね、うちなんちがみんな知ってる、朝ドゥアユンタの、セカンドストーリー、アナザーストーリーというか、もしかしたら真実のお話、これが正しい聞き方かもしれないという、でここからね、またさらに朝ドゥアユンタの歌の内容をね、僕みたいに知らなかった人はどんどん掘り下げていって、感じてみるのもいいんじゃないかと。そこからね、また別の民謡のこう楽しみ方が出てくるかもしれないということで、南の島の久山、はい、ぜひね、県内各 CD ショップ取り扱いしております。そして、沢井真理子ホームページからもね、ご注文できます。そして、南部で道に迷った方、そこのあなた、ね、糸満にありますゼロワンチレコーズまで来ていただいたら購入できますので、よろしくお願いします。ということで、僕のお店でも、はい、ゼロワンチでも継続的にぜひ告知させていただきますので、ありがとうございます。はい、とにかくこれをもってまた新たなライブできること、はい、はい、お待ちしています。ライブ情報すいません、ちょっとギリギリですけど、はいはいはい、4月10日にレコード発売記念ライブを行います、はい、沖縄市のミュージックタウン音市場のホワイエです。詳しくは私のページに書いてありますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。短い時間でありがとうございます。4月10日ですね、はいはいはい、詳しくは沢井真理子ホームページまで、はい、SNS インスタグラムまでよろしくお願いします、うん、ということで時間ギリギリとなりましたが、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ゲストに沢井真理子さん、そして島山信和さんでした。ありがとうございました。 63% よそれではね、また来週の火曜日、お昼1時にお会いしましょう。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。